バート・フリーマン・バカラックは、アメリカ合衆国出身の音楽家、作曲家、編曲家、ピアニスト、音楽プロデューサー、歌手、楽団指揮者、ミズーリ州カンザス市で生まれ、ニューヨーク市クイーンズ区のフォレストヒルズ地域で育った、ドイツ系ユダヤ人の血を引く。カナダのモントリオールにある、マギル大学、シュリックスクール・オブ・ミュージック、ニューヨークのマンズ・スクール・オブ・ミュージック、 サンタバーバラのミュージックアカデミー・オブ・ザ・ウエストで学び、1962年から70年代にかけて作詞家のハル・デビットとのコンビで多くのヒット曲を作曲した。2006年の時点において、米国で70曲のトップ40、英国で52曲のトップ40の実績がある。また、アカデミックな作曲技法を、ダリウス・ミオー、ヘンリー・カウエルといった。 いわゆる西洋芸術音楽の作曲家に支持している。バカラックのアカデミックな音楽センスはこの時に培われたものである。父親は著名なコラムニストであったマーク、バートラーム・バカラック。50年代、多くの曲を書きためながら不遇だった時期に、マレーネ・ディ・トリヒが彼の才能を見抜いて、バックに起用した。彼女の講師ともに渡るパートナーとなり彼女のステージに同行し、 バックのオーケストラの指揮、アレンジ及び伴奏ピアノを担当した頃から注目を集めるようになった。やがて、作詞家、ハル・デビットとのコンビにより最盛期を迎える。自身でも歌を歌い、ソロアルバムも発表しているが、タカシュへの楽曲の提供、編曲、プロデュースが知られている。代表作に、ウォークオンバイ、遥かなる影、世界は愛を求めている。 小さな願い、ベイビー・イッツ・ユー、サ三ホセへの道などがある。映画音楽でも数々の楽曲を提供し、特にジョージ・ロイ・ヒル監督の映画、明日に向かって撃て、の主題歌、雨に濡れても、はアカデミー主題歌賞を受賞した。1973年には、初めてミュージカル映画の音楽を担当した、失われた、地平線が作られたが、この作品は、大失敗作となった。 機体のメロディーメーカーで、あ、り、コード進行の激しい曲構造に特徴がある。編曲においては、ジャズを出発点としながらもボサノバの世界的流行の時代にその影響を作風に反映した。モダンな火星と複雑なリズムパターンが独自のバカラックスタイルとして確立。またその楽曲が、ラッテンなど多くのジャンルのミュージシャンが好んで、レパートリーに取り上げる、と、 流行となった。しかし70年代半ばになるとそうした斬新な作風は影を潜め、作曲活動が停滞してしまう。だが、80年代に入ると、佳作ではあるが、アーサーズテーマ、ザッツ・フォー・ット・フレンズ・アー・フォー、オン・マヨーンといった親しみやすい楽曲でヒットを飛ばした。押村区は80年代に入る頃から、ブラス、ストリングスを含む、 フルオーケストレーションの編曲が求められない時代となり、彼のみならず、才能あるアレンジャーは活躍の場が激減する。1997年の映画、オースティン・パワーズでは、エルビス・コステロと共に、カメオ出演をしている。近年は、エルビス・コステロら他のミュージシャンとのコラボレーションが多かったが、2005年に28年ぶりにソロアルバム、アット・ディス・タイムをリリース。2020年には、 ダニエル・タシアンと組み、15年ぶりに新曲入りのアルバム、ブルー・アンブレラをリリースした。私生活では4回の結婚歴があり、2人目の妻は女優アンジー・ディキンソン、3人目の妻はシンガーソングライターのキャロル・ベイヤー・セイガーである。サラブレッドのオーナーブリーダーでもある。かつて第1回ドバイワールドカップを勝ったシガーに、続いてゴールしたソウル・オブ・ザ・マターを所有していた。 90歳を超えた現在も健在である。アカデミー賞、グラミー賞、ありがとうございます。